さあ皆さん、こんばんは。楽旅若村です。さあ本日は10月の29日木曜日です。いつもとは少し時間を遅くしまして夜の9時からのタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います。さあ本日は10月の29日は13夜という 名月をめでる日になっています。どうでしょうか全国各地の皆様の夜空にも名月が浮かんでいますでしょうか今私はここから見てますよ。ということでぜひコメントの方にその美しい名月を各地からコメントでお寄せいただいたらと思います。この後カメラも京都の夜空に浮かぶ 十三夜、明月をぜひこのカメラで収めたいと思います。昔から秋といえば明月、旧暦の8月15日の夜空に浮かぶ月を十五夜と言いまして、その約1ヶ月後、旧暦の9月の十三日に浮かぶ月を十三夜と言いまして、この十五夜と十三夜と、 二つの名月をめでることが秋の習わしとして長く受け継がれてきました。片方だけ見ることを片見月と言いまして、あまり良くないこととして意味嫌われまして、十五夜と十三夜とどちらの月もめでることが大切とされてきたんです。 今年2020年で言いますと、十五夜が10月の1日、そして今日10月の29日が旧暦でいう9月の13日になりまして、今日の夜空に浮かぶ月を十三夜と言いまして、まあ、この旧暦9月13日の月もめでてきたということなんです。 今ちょうど皆さんにご覧いただいてますのは、ラクタビ京町屋の玄関にあります。この9月、10月と、秋を彩るのれんとして、月と、そして鳥獣人物画に出てくるうさぎ、ちょうど、杯を手に、または氷炭をとっくりとして、お酒を飲んで、この月夜で楽しく宴を開いている。 そんな宴の模様が繰り広げられています。先ほどまで、ちょっと京都は雲がありまして、十三夜、ちょっと雲間に隠れていたんですが、今すっきりと出てきましたので、さあ、いよいよですね、カメラの方を、京都の夜空の方へと向けたいと思います。さあ、それではこの、京都の、楽旅京町を彩る、 この、のれんから、それでは一気に、夜空の方へとカメラを向けてみたいと思います。今私は楽旅京町ャの玄関にいますので、ここからカメラを左へ振りますと、ゆっくりと屋根と屋根の間から、美しい十三夜が見えてまいります。さあ、雲間から、晴れて美しい月夜が見えるでしょうか あ、見えてきました。本日10月,10月29日の夜空に美しい十三夜の月が上がってきています。ちょうど今、町屋と町屋の屋根の間に今、名月が見られておりまして、今美しくね、雲も晴れて、美しい京都の十三夜が皆さんのこの画面の方で見えてると思います。それでは私もちょっと登場します。 さあ、それでは皆さん、改めまして、こんばんは。ラクタビ若村です。さあ、どうでしょうか、皆さん。今、美しく、十三夜が見えているのではないかなと思っています。ちょうど今、こちら、ラクタビ京町の玄関庭で、奥に表玄関。そして、今、のれんがかかっていた勝手口。で、こちらが、大玄関となっておりまして、お座敷へとつながる玄関からお届けしています。 10月の1日の15夜は2階の月見の間からお届けしましたが今日10月29日の13夜は月の出が早いことからもうすでに、ね、東からほぼ南の方へと月が移動していますのでこのラクタビキョウマチアの2階の月見の間からはもう見られない角度に月が上がっていますですから今日はこの玄関からちょうどこの私の頭の上に 美しい月が上がっておりますけれども、十三夜が美しく彩っています。今日はね、結構忙しい一日を過ごしておりまして、今日朝新幹線で関東埼玉の方に行きまして、埼玉の浦和の方の中学校でありがたいですね。来年の3月に修学旅行で京都に来られる学校の方にお伺いをしまして、どういうコースを作って、 どういう判別行動をするかという、そのための事前学習の講演を今日、埼玉の浦和の中学校で行わせていただきました。で、それが終わってもう、すぐに、在来線で東京駅に出て、で、東京駅から新幹線で帰ってきまして、夕方の5時57分に、京都駅に着く新幹線で、で、すぐ地下鉄に乗り換えましてね、6時半から、 新幹線がついても30分後には京都で再び公演があったんですよ。今日は大丸京都店のスタッフの皆様のなんと京都検定に向けて2級を受験する方の対策講座ということで約90分今も大丸京都店の方に先ほどまでお伺いしておりまして京都学の京都検定の対策をですねたっぷり90分お話をしてきました。お昼間は 埼玉で講演して、夜は、大丸京都店で講演をしまして、そして今、や、ようやくですね、今日、楽旅京町屋に戻ってきましてね、神棚を参拝するのちょっと忘れてました。そして、このもう、慌ただしく、夜の9時から、中秋の名月をですね、えー、13夜をお届けしているということなんです。あ、もう今の間だけでも月がだいぶ、今、移動してますね。 今ちょっと雲がかかって、月の周りがほんのりと白く色づいておりますけれども、その美しい月夜をめでております。どうでしょうか皆さんからのコメントも見えますでしょうかね皆さん、どこから今お月見をされていますでしょうかどうでしょうか北は北海道の方もいらっしゃいますか南は九州、沖縄の方もいらっしゃいますでしょうか果ては海外の方もいらっしゃるでしょうか 先ほど雲が大変暑くてですね、あの、十週、この十三夜もですね、少し陰ってはいたんですけれども、先ほどすっきりと晴れまして、またちょっと雲が出てきましたけれども、まあ十三夜ということで少し月が、見た目、こう左側が少し欠けているようにまだ見られますけれども、おそらく月齢で言いますとまたこれから、 明日、明後日と満月に向かって大きくなっていくと思うんですけれども、まあこういう月見の今日は13夜ということでね、ライブ中継をお届けしています。そうですね、昔からこの夜という時間帯は大変神様にとっては大切な時間帯とされたんです。数年前、伊勢神宮の式年遷宮の映像を見ていただいたり、また昨年の秋、大上祭と言い,いまして、 新しい天皇が初めて行うニーナメ祭。天の神々、地の神々に豊作を感謝する祭りごと。この大上祭が行われたのも深夜に行われました。このように、うやうやしくも神様を祭る祭りごとの多くは、今から深まる夜の時間帯に行われることが多いんです。これは、夜は、 神様が現れる時間帯と考えられまして、例えば皆さんの地域にもあるお祭り、その祭りの前の日の夜は、宵山とか、宵宮と言いまして夜に、ちょちんに明かりを灯して、祭りごとを行いますね。賑やかに、ろ、お店も出ましてね。祇園祭りでも、山鉾巡行の前の日に、夜店が出て、そして、宵山という賑やかな夜が過ごされます。 あの時間帯が神様が現れる時間帯とされましてね、大切な時間なんです。ですから、伊勢神宮の神様が新しい本殿へと移る式年遷宮も深夜に執り行われ、闇に包まれる中、神職の皆様が手に提灯の明かりだけを持って、神様が古い本殿から新しい本殿へと移動される、 そういう儀式が式年遷宮の時に行われるんです。また天皇の大上祭も深夜に執り行われまして、人々が寝静まった夜に神様が現れてうやうやしくも天皇が神様と共に食事をするという、そういう儀式が昨年の秋に執り行われたわけなんです。まあ、ということでこうう夜というのも昔から我が国では神聖なる時間帯と見られまして、 夜の神様を月読みの御事や月読みの御事と言いまして、太陽の象徴が伊勢神宮の天照大神なら、夜は月読みの御事が宿り、昼と夜、どちらにも神様がいて、この世をつかたどっていたというんです。陰と陽、太陽と月という形で、 昔からこの夜というものもあがめられまして、その中にあってひときわね、明るく彩られます。このお月様も神が宿り。または先ほどののれんにもありましたようにね、うさぎがいるとか、あとはカニですね。カニがいるとか。うさぎは、こうお餅つきをしてね。 そんな形が月の中に見られるということで、えー、昔から語り継がれますけれども、まあこういう月に多くの皆様が思いを馳せて、名月をめでてきたという文化があるんです。まあ西洋に比べるとそのあたりの文化がこの東洋、中国や日本では異なっておりまして、我が国では昼の太陽もアマテラス大神とあがめ、五国豊上には欠かせない神様です。一方、夜の神様も 月読みのみ事がいて、月読みのみ事がいて、そして、夜に様々な神事、祭り事を取り行うなど、大切な時間帯と考えられてきたんです。しかしね、ヨーロッパに行きますと、夜は、魔女が黒みさを開き、満月の日には、人々に死が暗示されたり、男の人は、狼男に変化するなど、 あまり良くないものとして捉えられてきたんです。このあたりが東洋の文化と西洋の文化の大きな違いにもなっておりましてね。まあ宗教観などの根底の違いがあるんですけれども、まあそういうことで、この我が国ではね、お昼間の太陽もアマテラスと崇めますけれども、夜の月読みの巫女と月読みの巫女も夜の神様として長く崇めてきたというんです。あの京都で言いますと、 西の松能大社のちょっと南に行きますとね、夜の神様の神社、月読みの神社がありましてね、そのお社に小さな御本殿と月延石などがあって、安山の御加護なんかもあったりするんです。そういう、まあ、神秘的な時間帯がね、この夜と見られまして、京都にも 夜の神様を祀る神社があるなど、大切にね、あがめられてきたということなんです。はい。さあ今日はもうね、こういうお月見のライブ中継ということで、特に旅くじを引いて、なんか全然違うね、夜にふさわしくないようなね、話題が出てもあれですから、今日はもうこのままライブ中継をね、お月様を見ながら終わっていきたいと思いますけれども、どうでしょうか皆さんのいろんな地元でも、 コメントが今、続々とね、上がってきましたけれども、いろんなところで、名月をね、見ていただけてるのかなと思います。今日ね、行き帰りの、東京に行きました新幹線も、もうすっきりとした青空で、ただね、行き帰りとも富士山は全然気づきませんでした。行きはちょっとね、最初は仕事をしてたんですけど、うとうとっとしてしまいまして、はっと気づいたらもう、富士山を過ぎて、熱海のあたりでした。で、帰りは、 あの、大丸京都店さんの京都検定の対策講座がありましたので、もう一回、模擬試験の100問、見直しながら、京都検定の本を開いてね、どういう解説をすると分かりやすいかな。今日2級の方の対象でしたんでね、ちょっと3級とは違ってレベルを上げて、まあ、90分という限られた時間帯でしたんでね、まあ、効果的に講座をしないととめまして、で、一生懸命、 講座に向けて勉強してましたら、あっと気づいたらもう富士山が過ぎ去っていまして。結局ね、こんなにいいお天気だったんですけれども、昼間の富士山、行き帰りとも今日はね、見るチャンスをちょっと逃してしまいましたけれどもね。まあ夜にお月様をめでることができてね。まあ、良かったかなと思います。それでは、もう間もなくですね、軒の方に月が今隠れようとしておりますので、この月が 隠れままししたたらこのライブ中継終わりにいいと思いますあの、10月1日の時も、ちょうど2階の月見の間、竹の格子に月が重なって、月が消えていきましたね。今日もなんかそんな感じになりそうな気がします。どうでしょうか。今私も、えー、画面を見ながらですね、見ています。あつくば。 先ほども見えていましたが、今ちょっと雲に隠れました。関東の筑波からコメントをいただいてます。江本さん、ありがとうございます。あ、いろいろコメントがありますね。あ、千葉成田。雲間から綺麗なお月様が見え隠れしていて、あ、見えたり隠れたりする。それもいいですね。ということです。あ、今日私の富士山。ちょっと富士山がね、恥ずかしがり屋だから、ご縁がなかったのかもということです。さあ、どうでしょう そろそろ月が、軒に隠れようとしておりますので、それではですね、今日のライブ中継、皆様には10月の29日、13夜をご覧いただきました。どうでしょう ?10 月の1日の15夜も、ライブ配信でご覧にいただきましたでしょうかそして今日13夜もご覧いただきましたので、15夜と13夜、どちらもめでていただきまして、縁起の良い、 これから素敵な秋が皆様には待っているんではないでしょうか。さあ、それではライブ中継。明日は午後の3時からお届けしたいと思いますので、また明日の3時に皆さんとお会いしたいと思います。それでは、前回のね、10月の1日、15夜中秋の名月の時は、おやすみなさい。で、実は中継終わったんです。今日ももう皆さん、 まもなく寝るという方もいらっしゃると思います。それでは、皆さん、おやすみなさい。